ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふふん、どうした、やけに機嫌がいいな。あ、バレた？実は親戚のおばさんにアクセサリーをもらったんだけど、それが本物の金でできていたのよ。これが売れたらガッポガッポ。おい、売るな。まあ確かに金の価値っていうのは現代でもかなり高いけどな。でしょ？金に囲まれた国とかあったら、かなりロマンあるわよねー。あるぜ。過去にはエル、ドラードと言われる黄金都市が存在していたと言われているんだ。真相ははっきりとしていないが、金に興味があるならこの話は聞く価値あると思うぜ。え、何それ気になる。ぜひその黄金都市について詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回は幻の黄金郷エル、ドラード、について解説していこう。一体どんな謎があるのか気になってきたよ。それでは今日もゆっくりしていってねー。まずはエル、ドラードとは何かを簡単に説明していこう。エル、ドラード日本語では黄金郷、と訳されるんだぜ。文字通り、黄金の都ということだな。確かエルドラドなんて言い方もするわよね。それにしても黄金の都なんて、すごい異名を持っているのね。エル、ドラードはアマゾンの奥地に全てが黄金でできた都市が存在しているという伝説なんだ。今やその伝説が転じて、黄金郷自体や理想郷を指す言葉としても使用されるようになった。大航海時代のヨーロッパ、特にスペイン人の間で広まって新大陸進出の動機の一つとなっているぜ。そうなんだ、なんだか規模がかなり大きな話だね。もともとは金箔をかぶせた、もしくは黄金の人、を意味するスペイン語なんだ。かつてアンデス地方に存在した黄金の儀式から来た言葉だと言われているぜ。この地方では金の採掘と装飾技術が発達していた。コロンビアの首都ボゴタより北に 57km のところに、山に囲まれた綺麗な円形の湖があるな。円形の湖って何か特別なものなの？この湖はグアタビータコと言うんだ。その土地の市長が全身に金粉を塗り儀式を行う風習があったと言われている。この時、財宝は湖の中に隠されているという噂があったんだ。大航海時代にスペインのコンキスタドールたちがこの噂を聞き、この話におひれがついたんだな。コンキスタドール？コンキスタドールは16世紀にスペインから新大陸に派遣され、現地の国家を征服した人だ。メキシコのアステカ王国を征服したコルテス。南アメリカ大陸のインカ帝国を征服したピサロに代表される人々なんだぜ。なるほど。それでアマゾンの奥地には黄金郷があるという伝説が広まったのか。ああ、またスペイン人たちは当時、黄金並みに価値があった。シナモンの木がエル、ドラードの土地に生えているとも信じていたんだぜ。それで世界の数々の探検隊が黄金を求めて南米大陸へと足を踏み入れていくわけね。それにしてもさっきから黄金とか金とか、そういう言葉がたくさん出てくるわね。そもそもヨーロッパ人は、古くから黄金に対する強い憧れを抱いていたんだ。まあまあ金はね、現代でもそうだけど価値がかなり高いものっていうのは周知の事実よ。大航海時代においては金はさらに貴重だっただろうし憧れるのも当然か。そんな彼らの黄金への強い憧れを示すのが、マルコ・ポーロによって記された東方見聞録に登場する黄金の国ジパングだ。黄金の国ジパングって初めて聞いたんだけど、なんなのそれ？それによると中国の東海上には莫大な黄金を産出するジパングという島国があるというんだ。この国では王の宮殿は黄金でできていて、人々も皆、礼儀正しく穏やかに暮らしているんだぜ。わぁ、まさに夢のよう。素敵な場所だね、これぞ理想郷って感じ。そう思うよな。だが一説によるとジパングのモデルは欧州平泉の中尊寺金色堂ではないかとも言われているんだ。欧州平泉って現在の岩手県平泉町のあれだよね？そうだ。実は当時の欧州って、莫大な量の黄金の産出地として知られていたんだ。中でもこの金色堂は内外ともに総金箔張りで飾られ、圧倒的な威容を誇っていたんだぜ。ふーん、この金色堂の噂が黄金の国として大陸に伝わったの？そう、それでマルコ、ポーロの耳にも入ったのではないかというんだ。ごめん待って、そもそも大航海時代っていつのことだっけ？ヨーロッパにおける大航海時代の始まりは15世紀半ばだな。一辺って、一体何があったのよ。まあいわゆる新大陸。中南米から大量の金と銀が略奪され、運ばれてきたんだ。この大航海はある意味、黄金の国ジパングを探す旅でもあったんだぜ。ほうほう。彼らはジパングを発見することはできたの？いや、残念ながらできなかった。だが別の黄金の国すなわちエル、ドラードを見つけたんだぜ。ここで登場、エル、ドラード。1511年にパナマを訪れたスペイン人たちは、ある噂を耳にするんだ。それは船で数日進んだ南の地に黄金の帝国、エル・ドラードがあるということだぜ。その国はどこもかしこも黄金で溢れていて、台所道具でさえ黄金でできているというんだ。うわぁ、贅沢な国ね。まさに黄金の国ジパングの南米バージョンって感じ。そうだな。
そしてその翌年、パナマ騎兵隊長のアンダゴヤという人物がこの噂に飛びついたんだ。その後すぐにパナマから南に向かって船で出発したぜ。アンダゴヤはその途中ビルー、と呼ばれる川の近くであるインディオと出会うんだ。インディオが何か鍵を持っているかもしれないわ。このインディオは何か言ってたのかしら？インディオ曰く豊かな帝国すなわちエル、ドラードは間違いなく南に存在すると言うんだ。こうしてビルーはエル、ドラードの代名詞となり、いつしかペルーと発音されるようになったんだぜ。え、ペルーって、もしかしてあの、そう、現在のペルーのことだな。じゃあつまりエル、ドラードはペルーにあったってこと？アンダゴヤはついにエル、ドラードを発見できたのかしら？いや、結論アンダゴヤはエル、ドラードを発見することはできなかった。だが、それから2年後の1524年、さらに南へと進んでいった一行がいたんだぜ。また新たな部隊ね。その人たちは何なの？フランシスコ・ピサロをリーダーとする部隊だな。彼はパナマ司祭から資金援助を受け、船で向かったんだ。アンダゴヤが成し遂げられなかったエル・ドラードの発見を彼らはできるのかしら？旅の道中にはエル・ドラードの存在を強調するようなことがたくさんあった。例えば黄金のアクセサリーを身にまとったインディオと出会ったり、エル・ドラードの噂を耳にしたり。ほほう、そんなの、ピサロ一行はますますエル・ドラード実在に期待しちゃうわよね。そうだよな。そのため一時、彼らはコロンビアの海岸線を南下する途中で旅を中断するんだぜ。あらら、結局ピサロも発見できなかったんだ。いや、それでもピサロは諦めなかった。1526年から1527年にかけて、2回目の遠征を決行しているんだ。2回目の遠征だなんてこの人もなかなか根気あるわね。この時ピサロは3、ファンという現在のコロンビアのブエナエナベンプラに上陸した。船長のバルトロメ、ルイスはさらに南下を続け、ついに一艘の小舟と出会うんだぜ。おお、小舟っていうのは新しい鍵ね。ああ、なんせ航海中、初めてすれ違うインディオの船だったからな。そこには、見事な毛織物の服を身につけた数人の男女が乗っていたんだ。この人たちとは何か話はできたのかしら？話はできたようだな。彼らの話を聞いていくうちに、衝撃的な事実がわかったんだ。なになに、どんなことがわかったのよ。なんと彼らの国は、まさに豊かな黄金の帝国だと言うんだぜ。おお、ついにエル、ドラードがついに見つかった。ルイスは喜んでピサロの元へ戻ったんだ。ピサロは信頼できる12人の部下と共に海岸沿いを南下し、ついにエル、ドラードを発見したぜ。それは後にインカ帝国と言われる場所だったんだ。インカ帝国ってマチュピチュとか有名だと思うけど、エル、ドラードの正体はインカ帝国だったの？ああ、そうなんだ。インカ帝国は黄金で溢れ、まさに黄金卿そのものだった。ピサロは戦いの末、インカ帝国の皇帝アタワルパを捕らえた。ヨーロッパの風習に倣って身の代金を要求したんだぜ。また荒っぽいことをする人ね。皇帝アタワルパもびっくりしちゃうんじゃない？いや、それがなんと皇帝アタワルパからは驚くべき返答が返ってきたんだ。え、なんて？2ヶ月待ってもらえれば1部屋は黄金で、2部屋は銀で満たすことを約束すると言うんだ。ええ？もう、こんなのエル、ドラードの存在は明らかって言ってるようなもんよね。そうしてピサロは莫大な黄金を手にしたと言われている。なお、アタワルパはその後、哀れにも処刑されてしまったようだがな。ピサロの独裁って感じが否めないけど、それにしてもエル、ドラードが実在したっていうのがめちゃくちゃ驚きよ。ヨーロッパ人にとって南米大陸はエル、ドラードが存在する夢の大陸だったのは間違いないだろう。こんな夢のような国、私でさえ今話を聞いててウキウキしちゃうわよ。だが、やがて南米大陸の支配と開発が進むとエル、ドラードは夢物語だったとされてしまった。時が経つにつれて人々の意識から遠ざかっていったんだぜ。それは残念だけどまあ仕方ない気もするわ。そんな中、エル、ドラードへの夢を再び燃え上がらせた人がいたんだ。え、誰よその人。その人はパーシー・フォーセットと言うんだぜ。この人はイギリスの元軍人で探検家だ。彼もまた、エル、ドラードに見せられた一人だった。少年の心を持つ男性だったのね、素敵。彼が追い求めたエル、ドラード、それは幻の黄金都市 Z、と呼ばれている。だがここで一つ付け加えておきたいことがある。フォーセットは最初からエル、ドラードを探していたわけではないということだ。どういうこと？あの大航海時代から350年以上が過ぎた1906年10月、フォーセット一行はアマゾンのジャングルへ行った。彼の身分は軍人で、目的はブラジルとボリビアの国境線を定めていたんだぜ。つまり彼が黄金都市 Z を求めるきっかけとなったのは、アマゾンの測量の任務だったってことね。その通り。ちなみに彼が書き残したメモが残っているからそれも紹介しよう。おお、一体どんなことが書かれていたのかしら？ジャングルの中で象形文字が刻まれた神殿と土器があった。古代都市の遺跡を発見した。
などだな。しかもこのメモは一般公開されているものではなく、偶然発見されたものだったんだ。じゃあデタラメとか、適当な書き残しじゃないってことなのね。それが幻の黄金都市 Z。本当にアマゾンのこのジャングル内には古代遺跡があるのかしら。この幻の黄金都市 Z、こそが、黄金都市エル、ドラードじゃないのかと言われているぜ。正直、かなりうさんくさい話だとは思うわ。ちなみにフォーセットは黄金都市 Z を、かつて大西洋に存在したという、アトランティスの植民都市ではないかと考えていたというんだ。はい、出ましたアトランティス。でもどうしてフォーセットさんは黄金都市 Z がアトランティスだと思ったんだろう？フォーセットが聞いた現地住民からの情報では、彼らの祖先は広くて美しい集落に住み、豊かな生活をしていたというんだ。実際、ジャングルには古代の絵が刻まれた岩や、土器などもあったことがわかっているからな。ふむふむ。フォーセットさんはかつてこの地に高度な文明と都市があったと思ったのかもしれないわね。さっきフォーセットはアマゾンの測量の任務の中で黄金都市 Z を発見したと言ったよな。だが実はフォーセットが黄金都市 Z の存在を確信した背景にはもう一つ理由があったんだ。え、何それ、どんな理由なの？それは彼がセイロンという現在のスリランカに赴任中に体験したエピソードが鍵になるんだぜ。フォーセットはここでインドの北からやってきたという聖者と出会い、こんな予言をされたんだ。予言？一体どんなものだったのかしら？ニーナは、世界の新しい人種の父となる男児を産む。その子が成長した時、遠い南の地で父親に同行し、二人とも行方を絶つだろう。ただしそれは夫妻の子息が、新しい文明の境中に戻るためなのである。ニーナというのはフォーセットの妻のことだ。いやいやいや、予言って言うから興味本位でつい聞いちゃったけど、正直言って全然信憑性ないでしょ、この話。まあ普通はそう思うよな。だがもし黄金都市 Z の存在が事実なら、予言は見事に成就したことになると思う。もしくはフォーセットがジャングルをさまよううちに、自分はそのような運命だったと思い込んだかもな。まあ確かに、この後もフォーセットさんの調査は続いたの？ああ、第一次世界大戦が終わるとフォーセットは退役し本格的に黄金都市 Z を探し求めるための探検を始めた。まあそのためには資金が必要だよな。そのため彼は必死になってスポンサー探しに奔走したんだぜ。でも正直こんな信憑性が低い話だと、なかなか協力者も現れなさそう。いや、この時代は大航海時代だ。本気でいる、ドラードの存在が信じられていたし、現在とは大きく違うんだ。あ、そっか。じゃあフォーセットさんへの協力者っていうのは現れたわけ？そうだぜ。1920年になるとブラジル政府からわずかながら資金提供を受け、探検隊を結成したんだ。この時はできるだけ肉体的にも精神的にも屈強な隊員を選んでいたようだな。まあ心身ともに削られる調査だものね。その選定は大事だと思うわ。ところが残念なことにジャングルの過酷な環境に隊員たちは根を上げてしまったんだ。捜索は中断してしまったんだぜ。あらら、でもフォーセットさんはこんなところで諦めるような人じゃないわよね。もちろんだぜ。1921年にフォーセットは資材をはたいて一人でアマゾンに入った。まあ結局、この段階では何の成果も得られなかったけどな。そんなこと繰り返してたらフォーセットさんが破産しちゃうわよ。ああ、実際破産寸前だったと思う。だがフォーセットは1924年、ある記者と知り合ったことで状況は一転したんだぜ。記者さんと何があったのかな？なんと彼を通じてアメリカの団体から資金援助を受けることに成功したんだ。長期間の黄金都市 Z 捜索計画をスタートさせたんだぜ。おお、不幸中の幸いってやつじゃない。よかったわね。フォーセットは最低でも2年間はジャングルで過ごし、黄金都市 Z を発見するまで戻らない覚悟だった。まあその意気込みは良いけど、そうなると問題は隊員選びよね。そうだな。前回の隊員たちよりもさらに屈強な肉体と精神を持つメンバーが必要だ。そこで選ばれたのはフォーセットの息子ジャックと彼の親友ローリーだぜ。あ、待って、あの予言が。そう、まさにかつて正論で受けたあの予言が成就しようとしていたんだ。ちょっと嫌な予感するわ。でもこれらのことってかなり大きな事実だと思うし、何かしらに残されていてもおかしくないと思うけど、フォーセットが見つけたっていうオフィシャルな情報や歴史は残っていないのかな？そう、そこにもなかなか謎なことがあってだな。なんとエル、ドラードを探し当てた人は消えてしまうと言われているんだ。ええー、そんなこと本当にあったら恐ろしすぎよ。まあこんなこと言うのもあれだけど、フォーセットさんは偶然だったんじゃない？いや、残念ながらそんなこともないんだ。フォーセットはアマゾンへと旅立った後、息子と息子の親友の3人で姿を消しているんだぜ。え、ご一行で姿を消したってこと？それはあまりにも不自然すぎるわ。そうだよな。フォーセットたちが消えてしまったことについて様々な憶測が飛び交ったんだ。病気にかかったんじゃないのかとか、危険な生物に襲われたんじゃないかとか、
ジャングルだし迷った可能性もありそうだよね。精神的にも肉体的にも、極限まで削られるような過酷な旅だったでしょうし。そうだな。一部では現地にいた部族によって攻撃され、殺害されたんじゃないのかという説が流れている。あれ、なんかそういう部族って他でも聞いたことあるわ。確か、北センチネル島って近づいただけで槍とか投げられて攻撃されるんでしょ？禁足地なんて言われているわよね。よく知っていたな。まあもちろん今回は北センチネル島は出てこないけどな。だが実際にアマゾン熱帯林には管理している。ブラジル政府の影響で人が立ち入れない区域が指定されているんだぜ。そんな地域があるんだ。この区域はどうして指定されているの？それは孤立した先住民が独自の文化とか言語で生活をしているからだ。そういう部族は未接触部族と言われているんだが、実はアマゾンには15ほどの部族がいるんだ。え、意外と多い。そうだろ？未接触部族の中にはどうしても見栄えなく殺害するような一族もいるわけだ。実際にこれまでに政務関係者や記者が殺されたりもしているんだぜ。怖い。実はこの未接触部族はエル・ドラードの子孫なんて言われているんだ。ちょっと、話が飛躍しすぎてよくわからないわよ。何言ってるの？そう思うのも無理はない。だがこれは本当のことなんだ。何でもアマゾン付近で繁栄した文化や王国と同じく、未接触部族の中にはなんと純度が高い金製品を生み出す技術を持ってる奴もいるんだ。マジでいる、ドラードじゃない。だから言ったろ。だから幻の黄金都市 Z を調査したフォーセットは殺されたとも言えるってことね。それが本当のことならかなり恐ろしい話だわ。ここで一つの案が出ているんだ。それはもしかすると黄金都市 Z は、指定都市なのではないかということだぜ。またマリサはすぐ話が飛躍するんだから、突然地底都市が出てきても、私も視聴者さんもついていけないわよ。いやいや、これは本当に言われていることなんだぜ。なんでも仏教やヒンドゥー教の伝承によると、地底にはアガルタ、もしくはシャンバラ、と呼ばれる理想郷があるというんだ。また、世界各地に残る様々な神話でも、地底世界の記述は数多く見られるんだからな。そうなの？そうだ。そして地底世界への入り口は、世界各地に存在していると言われているんだぜ。そんな話があるなんて知らなかったわ。オカルトチックな話ではあるけど、もう少し詳しく聞かせてよ。こうした考えを一般的には地球空洞説、という。だがそれは地球内部が完全に空洞になっているという説と、地殻の中に広大な空間があってそこに都市があるという説などがあるぜ。ほうほう。いずれにせよ、アガルタやシャンバラはこうした地底世界にあるってこと？その通り。しかもレムリアやアトランティスなどの失われた古代文明の住民は、危機の際にこの地底都市に逃げ込んだという指摘もあるんだ。でももしそれが本当なら、フォーセットさんが探した黄金都市 Z は確かに地底都市だったのかもしれないわね。そう考えた方がしっくりくるもの。そうだろ？まあもちろんこれも明確にわかっている話じゃないし、今の段階では何とも言えない。だがやはり黄金都市 Z の存在も完全に否定できないことも確かだぜ。何か確かな根拠でもあるわけ？実はブラジルって世界有数の金の産出国でもあるんだ。1690年代にアマゾンで金鉱脈が発見された後たちまちゴールドラッシュが起こったんだぜ。あ、それは聞いたことあるかも。最近になっても1970年代以降、アマゾン奥地でゴールドラッシュが起きているわよね。そうだ。こうした背景から見ても、フォーセットが言う黄金都市 Z の存在も一概に否定はできないよな。それもそうねー。そんな幻の黄金都市が存在していたと考えて調査していくのはとても大事だと思うわ。そう言ってもらえて嬉しいぜ。ということで今回は幻の黄金郷エル・ドラードについて話をしてきたぜ。話を聞いてみてどう思った？いやー、謎は深まるばかりだったけどなかなかに面白い話だったわ。この謎が解けたら私もその黄金都市に行ってみたいわね。夢ある伝説になりつつあるが、これが現実にあると考えたらなかなかワクワクするよな。今後の調査に期待して楽しみに待っているわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。